グルジア王国は1008年頃に成立した中世の王国、グルジア連合王国、またはグルジア帝国とも呼ばれる。11世紀から13世紀にかけて、ダビド4世とたまる女王の知性のもと黄金時代を現出した。その最盛期には、今日のウクライナ南部とイラン北部までを半島に収め、アトス山とエルサレムに修道院を保持した。 住民の多くはグルジア語を話す聖教徒であり、現代のグルジアの前身となった。13世紀、王国はモンゴルの信仰にさらされたが、1340年代に再独立した。しかし、その後も遊牧民がもたらした、国史病とティムールの数回にわたる信仰に悩まされ、王国の人口は減少、経済は大打撃を受けた。さらに1453年、 コンスタンティノープルの陥落により、王国の古くからの同盟国である東、ローマ帝国が滅亡した。15世紀末までに王国は、テュルク系民族とイラン系民族の国に囲まれ、キリスト教のグルジア王国は孤立した。1386年にティムールの侵攻が始まり、最終的に1466年の王国崩壊をもたらした。無政府状態は、その後、 1490年にイメレティ王国、カヘティ王国、カルトリ王国が独立を相互承認するまで続いた。グルジアの再統一は1762年にカルトリ王国とカヘティ王国が統合され、カルトリカヘティ王国が成立するまで待たなければならない。カルトリカヘティ王国はさらに18世紀、ロシア帝国に併合された。バグラティオに朝の起源は8世紀頃、 タオクラルジェティの時代までたどることができる。888年、アダルナセ4世がグルジア人の王を名乗ったことで、グルジア人の王位が復活した。グルジア連合王国は1008年に成立した。この年、すでに父方からタオクラルジェティの王位を継承した、バグラト3世は母方からアブハジア王国の王位を継承、グルジアを統一した。グルジア王軍時代は、 グルジア王国の最盛期で11世紀末から13世紀を指す。この時代、王国は大きく発展を遂げ、中世グルジアの建築、絵画、歯科などの文化が開花した。この時期はキリスト教美術と世俗的な文学が発展し、王国は軍事、政治、経済、文化などで繁栄を謳歌した。この時代はグルジアルネサンス、または 東ールネサンスと呼ばれている。死をむぐびめり修道院のフレスコに描かれたダビド4世。黄金時代はダビド4世の治世に始まる。彼はギオルギニセイと王妃ヘレナの息子であり、16歳の時、セルジューク朝の最盛期に即位した。彼はまず封建領主の力を弱め、王国の中央集権を進めた。権力を手中に収めたことにより、 外国の脅威の対処に集中できたダビド四世は1121年のディドゴリの戦いで大勝利を収めた。クルジア軍はその後、セルジューク軍を数日間追撃し、戦利品を多数確保、トびりシを獲得した。ユネスコが登録した文化遺産であるゲラティ修道院。王国の流星を見たダビド四世は、 グルジア王で初めて東ローマ帝国での風合を名乗らなかったものとなった。これは、グルジア王国と東ローマ帝国の対等を主張することを意味する。マリア・バグラティオニが東ローマ皇帝ミカエル7世ドゥーカスと結婚した。あと、12世紀には少なくとも16人のグルジア王族が東ローマ帝国での風合を得たが、ダビドはその最後となった。ダビド4世は、 東方からの影響の排除に努め、西方のキリスト教や東ローマ帝国の文化を取り入れた。ゲラティ修道院の建設がその一環であり、当時の正教会の信仰の中心となった。ゲラティ修道院は現代ではユネスコが登録した文化遺産となった。ダビド4世はまた、グルジアの聖火の伝統を復活させ、いくつかの悔い改めの参加を作曲した。 金辻し修道院肖像の金辻しの大天使。絵に使われたウルトラマリンは貴重なもので、グルジア王国の繁栄を象徴する。王国の繁栄はダビド四世の子デメトレ一世の知性でも続いた。彼の知性では王位継承の争いが起こったが、グルジアは中央集権であり続け、軍事力を保持した。ムスリムに対しては、キャンジャで決定的な勝利を収めた。 デメトレイ世星は、父と同じく詩人としての才能があり、グルジアの成果を数多く歌った。そのうち一番有名なものは、ザウアート、エービンヤードであり、現代のグルジア正教会を代表する賛美歌となっている。1156年、デメトレイ世星の子キオルギ三世が王位を継承した。同年、キオルギは、アナトリア半島東部のセルジューク朝地方政権を攻撃、 ドゥビンを解放した。さらに娘のルス・ダンを東ローマ皇帝アンドロニコス一世、コムネノスの息子、マヌエル・コムネノスに嫁がせ、王家の権威を高めた。ギオルギ3世の娘トマルは単独でグルジア史上初めての女王になり、その知性にグルジア王国は最盛期を現出した。彼女は王国をテュールク人から守っただけでなく、国内の緊張を和らげ、 最初の夫ユーリー・ボゴリブスキーが格索したクーデターも粉砕した。また、死刑と拷問の廃止など、彼女の時代にしては進歩的な政策もあった。タマル女王の治世、王国は国外での修道院建設を推進した。画像はアトスさんのイビロン修道院。タマル女王の治世で特筆すべき事件としては1204年のトレビーゾンド帝国成立がある。その年、 東ローマ帝国が一時的に滅亡したため、女王は親族にあたるアレクシオス一世とその弟、ダビドを援助し、帝国を建国した。タマル女王御用の歴史家によると、トレビゾンド援助の目的は、アンティオキアとアトスさんの修道院への送金の約束を破ったアレクシオス四世やアンゲロスへの懲罰であるという。しかし、これには、異説があり、 アンゲロス王朝が第4回十字軍の侵攻で先が長くないので、グルジアの南西に友好的な国を建てたという説もある。タマル女王の知性の後半、王国は聖地におけるグルジア教会の保護に奔走した。サラディンの伝記作者によると、1187年のアユー部長によるエルサレム侵攻の後、タマル女王はサラディンに使者を送り、 エルサレムでのグルジア教会の返還を要請したという。サラディンの返事は記録されていないが、女王の努力は結実した。さらに、サラディンに対しヒッティーンの戦いで奪われた聖十字架を20万の金塊で買い戻す提案をしたという。これは、東ローマ皇帝が提案した金額よりも上であったが、サラディンは拒否した。ラテンエルサレム総大司教のジャックドビトリは当時、 グルジア王国について書き残している、モンゴルのルーシ進行と同じ頃、モンゴル軍の一部は南下して、グルジアに進行した。タマル女王の子ギオルギ四世は、すぐさま第五回十字軍支援を取りやめ、国を挙げての抵抗を始めた。しかし、グルジアは、モンゴルの軍事力には対抗できず、ギオルギ四世は、初戦で重傷を負い、1222年に31歳で、亡くなった。 モンゴルの支配にもかかわらず、グルジア文化の開化は続いた。画像は、ウビサ修道院のフレスコ。ギオルギオンセヒの妹、ルスダンが王位を継承したが、彼女には、国政の経験がなく、国自体も遊牧民を追い出すには弱すぎた。1236年、チョルマカン率いるモンゴル軍が再び、グルジアに侵攻すると、ルスダンは、グルジア西部への避難を余儀なくされた。 東部で抵抗を続ける貴族は完全に消滅させられ、残りの貴族はモンゴルに侵入し具税を支払った。モンゴル軍はスラミ山脈を超えなかったため、グルジア西部の被害は少なく、ルスダンは危機を脱した。その後、ルスダンはローマ教皇グレゴリウス9世に支援を求めたが、失敗し、1243年にモンゴルに侵入した。しかし、モンゴルのグルジア支配は、 万弱ではなく、半モンゴル放棄が相次いだ。1259年に、ダビド6世が起こした放棄は30年後、デメトレ2世が処刑されるまで続き、その後も、ダビド8世が逃走を続けた。抗争が続いている間に、イルハン朝が衰退し、ギオルギ5世の知性に結実した。ギオルギ5世は、イルハン朝への苦税支払いを止め、 モンゴル侵攻以前の領土を回復、東ローマ帝国やベネツィア共和国、ジェノバ共和国との貿易を発展させ、さらにトレビゾンド帝国への影響力を再び強めた。ギオルギ五世はまた、エルサレムにあるいくつかの教会をグルジア正教会に変換させ、グルジア人巡礼者の聖地への通行権を認めさせた。中世グルジアで広く使われているエルサレム十字は、 ギオルギ5世時代に考案されたものであり、それが現代のグルジアの国旗にも使われた。グルジアの政治的と軍事的衰退の原因は国死病と言われている。国死病は1336年、ギオルギ5世が南西グルジアを遠征し、オルハンの侵攻を撃退した時にもたらされた。この薬病はグルジアの人口の半分近くを死亡させたという。これにより、 帝国の軍事力は、衰退、物流も大きく阻害された。1490年における、グルジアの3王国語広国ギオルギゴ星の知性では、王国がモンゴルの侵攻から回復し、再び繁栄するように思えたが、1386年から1403年まで8回を数えるティムールの侵攻は王国に大打撃を与えた。 最終的に王国は1490年に崩壊、イメレティ王国、カヘティ王国、カルトリ王国に分裂し、バグラティオニアサの分家にあたる王族が、それぞれの王位についた。王国の残りの領地は5つの公国に分かれ、グルジアの貴族が公に即位した。ありがとうございます。